皆さん、債権とか債権者、債務者の区別、よーく頭の中に叩き込んでてください。まともに考えれば、絶対これ間違ってますから。国の、国、政府の負債や、増やしても全然大丈夫。これは国民の借金ではありません。と。一日事前作戦やってくださいよ。あゆみのそこちゃん。おみるこがいです。今日はですね、実は昨日速攻で上げたかった記事だったんですけどもね、昨日上げた、ウイグル問題はですね、実は一昨日作成したものなんですよね。なんで一昨日作成したんで、すぐ昨日上げたかった。で、今日のこの、題材にしたこの記事なんですけども、これ実は、昨日上げたかったんですけども、そういうふうなことで今日あげることにします。でですね、この記事は時事 .com です。もう皆さんお分かりだと思うんですけどもね、また、国の借金がどうたらこうたらという話です。あともう一つ、プラスして自民党の、中堅若手議員がある提案をしたんで、それも、今日あげたい、取り上げたいと思います。でですね、これちょっと読んでいきます。国の借金がどうたらこうたら。もう散々突っ込んでもまだ直さないというそのマスコミのバカっぽさがもうちょっと如実に現れてるんですけどね。とりあえず読んでいきます。国債と借入金、政府短期証券の残高を合計したいわゆる国の借金が2020年12月末時点で1212兆4680億円となり、初めて1200兆円を突破した。財務省が10日発表した。同年8月1日時点の日本人の人口1億2333万人をもとに単純計算すると、国民1人当たりの借金は約983万円に上るということなんですけどね。いつもこの記事、こういうふうな記事でると、突っ込んでいきますけども、今日はもう、サクッとちょっと突っ込んでいきます。もうサクッと、後でちょっと話したいことがあるんでね。まずは、この、国の借金、もう、正確に言えよ、お前らは、という感じですね。政府の負債です。政府の負債です。それが、初めて1200兆円突破したの。政府の負債は何でしたっけ？民間の黒字ですよね。民間の黒字が1200兆円になったということです。どんどん増やしていいんじゃないですか。ここにも特に悪いとは書いてないです。この記事に悪いとは書いてないです。ここポイントですよ。悪いとは書いてません。もうハイパーインフレになる、このワードハイパーインフレになるとかそんなこと書いてないですよね。なぜか。増やしもハイパーインフレにならないんですよ。ハイパーインフレになる可能性があるとしたら、供給サイドですね。供給サイドが著しく毀損した。例えば、もう私何回も言いますけども、日本に地震と津波が同時にやってきて、国土の5分の4が沈んでしまったとか、この場合ハイパーインフレになる可能性極めて高いです。極めて高いです。ただそれぐらいならないときっと、ハイパーインフレにならないんですよね。こういう政府の負債増やして全然良くならない。むしろ、どんどん増やしていってもらいたい。どんどん増やしていって、すなわちこの場合は国債発行ですね。すなわちこの場合は国債発行。どんどんやって、それで、それを投資に回して、それで、経済成長させて、レバー、実質賃金アップしますからね。GDP アップしますから。絶対そうすべきなんです。この記事も悪いなんて書いてないですからね。どんどんやりましょう。1200兆円ですか？どんどん増やしましょうよ。どんどん増やしましょう。痛くもかゆくもありません。なぜなら今、インフレ率マイナス 1.2% ですから。マイナス 1% で大ですよ、今。完全デフレですからね。もうこうなる、この財政出動以外、良くなりませんから。ガンガンやっていきましょう。あと、もう一つは、国民一人当たりの借金ですよね。何回も言いますけども、国債ですから、国が発行するんですよ。で、誰かが買って言ったら国民が買うんですよ。単純に言うと国民が買うんですよ。ということは、その債権を買った人間が債権者です。債権者誰ですか？債権者国民ですよ。じゃあ、債務者誰ですか？国ですよ。借金払う人誰ですか？債務者です。誰ですか？国ですよ。だから、これ、一人当たりの、国民一人当たりの借金ってことは完全に間違ってますね。政府の借金は、だから1200兆円ですね。それを政府一つしかないから、1で割れば1200兆円に上ると書かなければいけません。皆さん、債権とか債権者、債務者の区別、よーく頭の中に叩き込んでてください。まともに考えれば、絶対これ間違ってますから。なんでね、こういうふうな間違い、これからもどんどん正していきたいと思います。
で、これはこれでいいです。で、今日はですね、特にこっち話したいんですよね。ですね、実はですね、私のよく言う成功法、消費税廃止、100% 粗利保証、そして定額給付金の支給。これっていうのはですね、ちょうど1年前、いや、約1年前に自民党の若手議員が提唱したことだったんですよね。で、まあ、それを若手議員、そしてまあ、中堅議員も含めた、自民党のその若手、中堅、若手議員がですね、10万円の定額給付金再支給やろうよ、というふうなことを提言しました。これはですね、まあ、TBS ニュースからなんですけども、2月9日火曜日、ちょっと古いですね。今日は2月の12日金曜日なんで、ちょっと古いんですけども、ちょっとこれ読んでいきます。緊急事態宣言が10都府県で延長されたことを受け、自民党の中堅若手議員らが9日、経済的に厳しい人への10万円の特別定額給付金の再支給など、追加の経済対策を行うよう、下村政調会長に申し入れましたということです。でですね、内容を、まあ、今、さらって言いましたけど、ちょっと内容を言うと、例えばですね、この、今年度の予備費、およそ4兆円を使い切って、経済対策を行うと。まあ、具体的には、その、売上の減収基準などの要件を緩和した上で、持続化給付金の再支給をする。だから、この、売上の減収基準の要件を緩和だから、より多くの人に、持続化給付金を再支給しようよ、というふうなことなんでしょうね。あと、これ今年です。今年のその予備費4兆円使うんじゃないですか、これで。で、来年度には、経済的に厳しい人に対し、10万円の特別定額給付金を再支給することなどを求めてる。全員じゃないですね。一人当たりじゃないです。一律じゃないです。経済的に厳しい人に対してです。ちょっと読んでいきます。でですね、この、自民党の赤池参議院議員が、こう言ってるんですね。ある程度絞った形で、コロナに本当に困ってる方にきちっと届けるという趣旨で申し入れましたと。で、赤池議員らは、政治が国民と共にあることを強く表明するため、対策を行うべきだとしていると言うんですけどもね、この経済的に厳しい人って誰ですか？どの範囲ですかね？ここら辺がちょっと曖昧だなっていうのが、私ちょっと引っかかるんですよ。この、自民党のこの、今回の提言は。1年前の提言はピーンってピシってもう決まりましたけどもね。もうまさにベスト。で、今回はこういうふうにちょっとぼやーけた感じですよね。ぼやーけた感じです。その経済的に厳しい人って、まあ、どの範囲を言うんですかね。例えば年収5000万円以下の人を言うんでしょうか。年収3000万円以下の人を言うんでしょうか。ぶっちゃけ年収1000万だって厳しいと言えますよ。ローン抱えてるとかどうのこうのとかでも厳しいとたくさんいますよ。あるいは1000万円の収入だったけども、リストアされて、まあ、リストアされて亡くなった。あるいはもう300万に減、大激減、年収、まあ今年からなったと。それで苦しいよというふうな人いますからね。どういうふうな線引きをするのか、ちょっとこれ、この記事だけではわからないです。なんでね、考えられることは、ひょっとしたら自民党の中堅若手議員、ひよったのかなと。ちょっとひよったのかな。あまりにも上層部から恫喝されたかなんかわからないけども、ひよったのかなっていう感じがありますよね。残念ながらそれは政治家ではないですよ。それは政治家ではないです。まあ、気持ちはわかりますけども、本当に国民、こう書いてあるじゃないですか。政治が国民と共にあることを強く証明するんであれば、ここはやっぱり、一律、全員に、また10万円の特別定額給付金を今年度にやると、いうふうなことを言ってもらいたかったです。まあ、私の動画で、その自民党の、まあ自民党員というわけではないんでしょうかね、ないんでしょうか。まあ、結構まあ口に出すんですけどね、細野豪志、衆議院議員。だが、まあ総理大臣に、菅総理大臣に、一律定額15万円の、定額給付金支給 しましょうよというふうな提言をしました。まあ、完全に無視されましたけどね。だからその経緯もあるのかもしれませんけどね、ひよったっていうのは。でも、やっぱり定額給付金は必要です。それと、全く出せないことないですか？全く出せないことがない。1人15万円だったら、まあ、18兆円ですか？ 18 兆円。先ほどの1212兆円ですか？政府の負債。そこに18兆円プラスすればいいだけの話です。12兆、
1230兆円になりますか。もっと増やしていいですよ。今はインフレ率マイナスです。デフレ経済にどっぷり使ってしまいました。なんでね、これを、まあ、このデフレ経済である限りは、そんなね、高インフレのせ、社会でない限り、ガンガン財政出動しても、全然痛くもかゆくもないんですよ。だから今チャンスなんですよ。そこも自民党の、まあ、分かってる議員いると思うんですけどもね、その人たちもっと声を上げてもらいたい。いろんなこう、YouTube で声を上げるとか、まあ SNS、まあ使う YouTube、今言ってる YouTube でもいいし、Twitter でもガンガン一前みたいな感じで、一日一前作戦やってくださいよ。10万円支給する。政府の負債や増やしても全然大丈夫。これは国民の借金ではありません。と。一日一前作戦やってくださいよ。自民党、特に自民党、与党の、衆議院議員の、本当に、ここで言うところの、何ですか、政治が国民と共にあること、と思ってる、自民党の国会議員の皆さんは、一日一前作戦やってください。私はそれをお勧めしますけどね。まあ、ということで、まあ、今回、まあ、二つの記事また合体させて、お伝えしました。もう一回言いますけど、政府の負債、ガンガン増やしていいです。ここ、民間の黒字になります。民間の、資産になります。なんで、ガンガン増やして。で、その中で、もう定額給付金もやる。予備費 4兆円とか言ってますけども、ガーンともう 100% 粗利保証でも、またもう一回提言しちゃっていいですよ。それぐらいの覇気を持って、政治家なら、邁進していってください。今の自民党上層部、完全に腐ってますから。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。